ホンダ NS、ホンダ NS5001982 年型 NS500NS500 NS は、ホンダ技研工業が開発した、排気量 500cc のロードレース専用オートバイで、ある。1982年にロードレース世界選手権に、マルコルッキネリ、片山高沈み及びフレディ・スペンサーの3名により、アルゼンチン GP にてデビューし、翌1983年には、 フレディ・スペンサーがこのマシンに乗ってワールドチャンピオンとなった。当時の世界グランプリ最高峰クラスである 500cc クラスを戦うためにホンダが開発した2ストロークエンジンのファクトリーマシンが NS500 である。最大の特徴は当時の 500cc クラスのマシンは2ストローク4、気筒エンジンが主流だったのに対し2ストローク V 型3気筒エンジンだった点にある。 ライバルであるヤマハユーザーや鈴木 RG といったスクエア4気筒税に対してピークパワーでは劣るものの V 型3気筒は4気筒より軽量、マスの集中化という点を生かして軽量コンパクトなマシンに仕上げられた。1982年に世界グランプリにデビューすると同年には早くも参照を上げ、1983年には NS500 に乗るフレディ・スペンサーがライダースタイトルを獲得した。ホンダは1966年に 500cc クラスのマニファクチャラーズタイトルを獲得していたものの、ホンダのマシンに乗るライダーが最高峰クラスのライダースタイトルを取ったのはこの年のスペンサーが初めてである。1984年からはホンダワークスの主力マシンの座を V 型4気筒の NSR500 に譲ったが、NSR の不調もあって NS は1984年にも、スペンサーとランディ・マモラのライディングで4勝を上げている。マモラが1985年に上げた一勝が、NS500 の世界グランプリでの最後の勝利となったが、その後も、マシンやエンジンは有力なチームやプライベーターたちに供給され、たびたび上位に入る活躍を見せた。また、 1983年には NS500 をベースにした市販レーサーの RS500R が発売されて多くのプライベーターに歓迎された。V3 エンジンの DKW350RM1967 年を最後にグランプリから撤退していたホンダは1979年から 500cc クラスに復帰するにあたって当時主流であったニストロークエンジンのマシンではなく オーバルピストン4ストロークエンジンの NR500 という前例のない実験的なマシンを送り込んでいた。しかし、あまりにも斬新な NR500 の開発は思うように、進まず、グランプリで勝利するどころか完走も、ままならず1ポイントも獲得できないという状況が続いていた。当時は、いわゆる HY 戦争の真っ最中であり、ヤマハやスズキといったライバルに勝つどころか、 まともに勝負することすらできないという惨敗ぶりに、社の内外から非難が集中した。中でもレースの成績が、販売成績に直結するヨーロッパの現地法人や、関係者からの突き上げは、特に厳しかった。そしてついに、朝霞研究所内のレース専任部隊である、NR ブロックのブロックリーダーであり、本田の取締役でもあった、入り混じり翔一郎は、新たな、 カテルにストロークマシンを開発することを決定した。新型マシンの開発には社内に新たな開発チームを立ち上げるのではなく、NR ブロックの中に NR500 開発チームとは別に新型マシン開発チームが編成された。車両開発総責任者には NR500 の LPL でもあった福井武雄が任命され、1981年1月に 2ストローク 500cc GP マシンの開発が正式にスタートしたのである。そもそも NS500 の V 型3気筒エンジンの開発は1980年に NR ブロックに合流したモトクロスグループの責任者である宮越新一が入り混じりに提案したことに橋を発する。 宮古市はコースによっては 350cc クラスのトップタイムが 500cc クラスでも上位に入れるタイムであることに着目した。すなわち4気筒のマシンにパワーで劣っていても 350cc 並みに軽量コンパクトなマシンであれば十分に戦えると考えたのである。3気筒エンジンのマシンは4気筒よりも軽く作ることができ。 重い4気筒よりも運動性に優れた軽快なマシンにすることができる。エンジン幅が短くなることで全面投影面積を抑えてトップスピードを稼ぐこともできると思われた。さらに、モトクロスですでに実績のあった2ストローク 125cc エンジンをわずかに拡大して3つ並べれば短い期間で 500cc エンジンを作ることができるというのが宮氏のアイディアだった。 もっとも2ストローク V 型3気筒というエンジン形式のレーシングマシンは1950年代にドイツの DKW が 350cc のファクトリーマシンを作っている。またパワフルな4気筒に軽快な3気筒で対抗するという戦略は1960年代に当のホンダのマシンに対してメガボルトアグスタが取った手法であり、どちらも ホンダの完全なオリジナルのアイデアというわけではない。いずれにしても、1980年6月のダッチ TT で実際のグランプリを視察した宮古氏は、自らの考えに自信を深め、宮古氏の報告を受けた入り混じりは3気筒マシンの開発に合インを出した。NR500 の開発に注力しているエンジニアたちに納得してもらい、社内を説得して、 予算を通すための材料として、プロジェクト立ち上げの目的の一つには、ヤマハの TZ やスズキの RG に対抗する、市販レーサーを作るというものが挙げられていた。ホンダのレース部門では、ロードレースのことを、スプリントと呼称していたことから、新型マシンは、ニュースプリントを意味する NS と名付けられた。NS500 のエンジンは、それまでの経緯もあって、宮古市をはじめとする、 モトクロスチームが中心となって設計された。まずモトクロッサーの 250cc2 気筒エンジンをベースに 166.2cc の単気筒エンジンが試作され、半年後の8月には3気筒エンジンのベンチテストがスタートした。軽量コンパクトにまとめるために一軸クランクの V 型3気筒とすることは開発の初期段階から決定しており、 ドライバビリティ工場を狙って点火タイミングは120度の等間隔とされた。一軸クランクの外側2気筒直立に近く、中央の1気筒を前傾させて配置された V 型エンジンの V バンク角はバンクの間にキャブレターを収めるために必要なスペースとして112度となった。キャブレターはベースになったモトクロスチャーに使われていた景品製のものをアレンジしたタイプが使われた。 吸気方式は、ライバルのヤマハユーザーや、鈴木 RG が、ロータリーディスクバルブだったのに対して、最初から、ピストンリードバルブが採用されていたが、これも、ベースとなったモトクロッサーと同じ仕様としたためである。結果としてこのリードバルブと等間隔の、点火タイミングは、NS の良好な指導性に大きく寄与し、当時の押しがけスタートのグランプリにあっては、 NS のライバルに対するアドバンテージの一つとなった。一方で、シリンダーの内壁にも当初は、モトクロッサーと同じハードクロムメッキが使われていたが、モトクロスに比べて、アクセルの全開時間が、はるかに長いロードレースでは明らかに信頼性が不足しており、後に改良されるまでは、シリンダーの歪みによる焼き付きへの不安に悩まされ、続けることになった。 モトクロッサーでの実績を生かす方向で開発されたエンジンに対し開発期間を短縮するために車体周りには NR500 の開発で養われた技術が活用されたフレームは当初はリスクを避けて実績のあるスチールで製作されたがスチールフレームの完成後すぐにアルミフレームの設計が開始されており1982年の実践デビューから数ヶ月後には アルミフレームが投入された。足回りでは、リンク式のモノショックリアサスペンションとアルミ製スイングアームは専用のものが新たに作られたが、フロントホークやブレーキシステムは NR からほぼそのまま流用された。全面投影面積の低減と低重心化のために、1981年、途中から NR500 で採用されていた16インチの フロントホイールを使用することも最初から決まっていた。タイヤは NR500 ではダンロップ、ブリジストン、ミシュランなど様々なメーカーのものが使われていたが、NS となってからはホンダワークスでは一貫してミシュランを使用している。車体周りで開発人が苦労した点の一つが排気チャンバーの取り回しである。最も理想的なのは断面型を深淵構造とした。 上でできるだけ直線に近いストレートタイプとすることだが、そうすると下側の2番シリンダーから出るチャンバーの最も太くなる最大膨張部がステップの下のあたりに来てしまい、コーナーリング時のバンク角を確保できなくなってしまう。しかし、バンク角を稼ぐために設置部を削って断面型を三角形にすると、今度は必要な断面積を得られなくなって、チャンバー自体が エンジンパワーに負けて破損してしまうことが分かった。そこで、ここでもやはりモトクロッサーが参考にされ、最大膨張部の直前で、一旦180度曲げて、膨張部をエンジン真下のスペースで前方に向かって伸びる形で、収め、その後、もう一度180度曲げて、細くなった部分を後方に向かって伸ばすという、複雑な取り回しとすることで問題が解決された。 このエンジン下で渦を巻くチャンバーは、トグロチャンバーなどと呼ばれて、NS500 の外見的な特徴の一つとなった。1981年の1月に、プロジェクトが正式にスタートした後、10月には、プロトタイプが完成して、テストライダーの飯田博之によって、シェイクダウンされた。この間、n r 五百の実践開発も並行して進められており、八月のイギリス GP で、 フレディ・スペンサーが一時5位を走るという回想を見せたものの結局この年もグランプリではポイントを獲得することはできなかった12月には NS500 のプレス発表が行われアメリカのラグナセカでスペンサーによるテストも行われたそして翌1982年2月に本番用車両が完成し3月のシーズンインと同時に NS500 も 実戦デビューを迎えた。1982年の世界グランプリで、ホンダファクトリーと契約して、NS500 に乗るのは、片山高潤、前年鈴木で、世界チャンピオンを獲得したマルコルッキネリ、そしてフレディ・スペンサーの3人である。なお、NR500 の開発も継続され、NR には、ロンハスラムが乗ることになった。NS500 のデビュー戦は、 1982年3月14日に開催された全日本ロードレース選手権の開幕戦、鈴鹿に &4 だった。このレースで片山隆沈が4位、安倍隆が7位でフィニッシュし、NR500 が完走すらままならなかったことを考えれば、NS500 は十分に戦えるマシンであることを証明した。そして、2週間後の世界グランプリ開幕戦。 アルゼンチン GP で NS500 はグランプリデビューを果たし、スペンサーがいきなり予選2位から決勝では3位、表彰台に上るという活躍を見せたのである。その後、NS500 に乗るライダーは3人とも上位入賞する、速さを見せていたが、勝てそうで勝てないというレースが続いていた。シーズンが始まってからも NS の改良は続けられており、第6戦オランダ GP からは、 アルミフレームとカーボン製スイングアーム、同じくカーボン製フロントホイールの投入により大幅な軽量化を果たした。そして続く第7戦ベルギー GP までの間にシリンダー内面の表面勝利にそれまでのハードクロームメッキに変えてドイツのマーレ社の技術であるニカジルメッキが導入された。これによってウィークポイントだった焼き付きの不安が解消され混合比をそれまでの25 1>, 1から31にまで薄くすることが可能となった。これらの改良が加えられた NS は、ついに、ベルディ GP で、スペンサーの手によって初勝利を挙げる。スペンサーにとっても初勝利であると同時に、ホンダにとっては1967年のマイク・ヘールウッド以来となる15年ぶりのグランプリ優勝であった。シーズン後半に入ってからも NS 勢は、好調さを維持し、 第10戦スウェーデン GP では、片山隆渋が勝利、第11戦サンマリの GP ではスペンサーが2勝目を上げた。結局この年、NS500 は3勝を上げ、スペンサーは2勝を含む5回の表彰台という活躍でシーズンランキング3位となった。初年度から3勝を上げる活躍で開発コンセプトが間違っていなかったことを実証した NS500 だが、 1983年のタイトル獲得を目指して、冬の間にさらなる改良が加えられた。改良にあたっては、グランプリフル参戦1年目にして、すでにチームのエース格となっていたスペンサーの意見が多く取り入れられ、1983年型 NS500 はフレディスペシャルとも言えるマシンとなった。その最もわかりやすい例がエンジンで、 もっとパワーが欲しいというスペンサーの要求に応え、もともとパワーバンドが狭かったエンジンをさらに高回転型の特性とすることで 130PS のピークパワーを絞り出し前年型から 10PS 以上のパワーアップを実現した。その上で市販車やモトクロッサーですでに実績のあった排気デバイスアップテックを装着することで低中速域でのトルクを補った。また、 とにかくエンジンを回せるだけ回すというスペンサーのライディングスタイルに合わせ最大パワーを発揮する 11000rpm からさらに 2000rpm 回せるようにオーバーレブ特性を改良した。車体関係に関しては外見は大きな変更は見られず1982年型の正常進化とも言える細かな改良が加えられた。アルミフレームは 形状や構成はほとんど変わらないものの中身は全面的に見直された。コーナリング時のタイヤ設置面積の拡大を狙って、リアホイールは18インチから16インチとなり、フロントホークのインナーチューブはカーボン素材となって、さらなる軽量化が図られた。アッパーリンク式だった、リアサスペンションはボトムリンク式となり、軽量化と合成アップが果たされた。 リアブレーキディスクもカーボン製となったが、もともとスペンサーはリアブレーキをほとんど使わないことで知られており、この変更もブレーキ性能の向上というよりは軽量化のためだった。1983年型 NS500 これらの改良が加えられた1983年型 NS500 は前年と同じスペンサー、片山、ルッキネリの3人に加え、前年は NR500 の開発を担当していたロンハスラムにも与えられて四大体制となった。デビューしたばかりの NS500 が最初からトップ争いに加わる活躍を見せたこともあって、NR ブロックは完全にマシン開発の軸足を NS の方に移しており、ついに NR500 の実践開発は1982年シーズンをもって終了となったのである。 同時に1982年から1983年にかけてチーム体制にも大きな変更があった。1973年に別組織となっていたホンダのレース活動をサポートする会社である RSC とホンダ社内の二輪レーサー開発部門である NR ブロックが統合される形で1982年9月に HRC が設立され、 マシン開発とワークス活動の主体は HRC に移されていた。NR が姿を消した一方で NS 開発当初からの予定通り1983年には NS500 をベースとした市販レーサー RS500R の販売が開始された。すでに旧式となっていたヤマハ TZ かスズキ RG という選択肢しかなかったプライベーターたちに 最新のワークスマシンとほぼ同じスペックを持つ RS500R の登場は大いに歓迎された。RS500R は約600万円で販売されたが、関係者によると売れば売るほど損をする価格だったという。この年の片山とハスラムの NS500 には RS500R のフレームがそのまま使用されていたが、スペンサー、ルッキネリの NS のフレームとはディメンションが、 わずかに異なる以外にはほとんど差異はなく、アルミ素材は元より基本諸元から手曲げによる製造工程まで同じだった。エンジンについては構造はほぼ同じながら NS がクランクケースなどに高価なマグネシウム素材を使っているところを RS では一般的なアルミ素材に置き換えるなど量産者としてのコストダウンが図られていた。 こうして始まった1983年のグランプリは NS500 のスペンサーとヤマハユーザー500に乗るケニー・ロバーツの熾烈な戦いが後々まで語り継がれるシーズンとなった。全12戦で争われたすべてのレースをスペンサーとロバーツが6勝ずつで分け合った上2位になった回数も両者同じ3回ずつというお互い一歩も譲らない戦いを繰り広げたのである。この年の 全レースのポールポジションも6回ずつ2人で分け合っている。この間、NS500 に加えられた大きな改良点としては、シーズン半ばからフロント同様にカーボン製となったリアホイールと、当初は上側の1、3番シリンダーのみに装着されていたアッテックがシーズン終盤に、下側の2番シリンダーにも装着された点が挙げられる。信頼性を増したこの年の NS500 は深刻な。 トラブルを起こすことも少なく、超高速コースのザルツブルクリンクで、クランクシャフトの破損によってリタイアした、オーストリア GP が1983年のスペンサー唯一のノーポイントだった。そして最終戦まで続いたスペンサーとロバーツのタイトル争いは、3位入賞が1回あったことが、決め手となり、わずか2ポイント差で、スペンサーの初タイトル獲得で幕を閉じた。また、 片山のサポートも功を奏し、NS500 はホンダに1966年以来のマニファクチャラーズタイトルももたらした。1984年型 NS500 ホンダの関係者は NS500 のファクトリーマシンとしての開発作業は1983年で終了したと明言している。デビュー2年目でタイトルを取るほどの活躍を見せた NS500 だったが、 パワーアップしてくるライバルの4気筒に対して3、気筒で立ち向かうには遠からず限界が来ることを見越していたホンダは、1983年の春には、直主力となる4気筒マシンの開発をスタートさせていた。そして1984年シーズンは、V 型4気筒の NSR500 をデビューさせて、スペンサーに与え、チームメイトのハスラムと片山を NS500 に乗せた。 しかしガソリンタンクと排気管を上下逆に配置するという斬新なレイアウトだった。NSR500 はアイデアは良かったものの熱い排気管が発する熱気をキャブレターが吸うことによりキャブレターセッティングが非常に困難で結果を残せない NSR25 を煮やしたチームとスペンサーは第5戦ドイツ GP で NS500 を使うことを決めた。久しぶりに3気筒に乗ったスペンサーは ポール・トゥ・ウィンという、これ以上ない結果を出し、これ以降スペンサーはコースによって、NSR と NS を使い分け、第9戦ベルギー GP では NS による2勝目を上げた。また、この年のシーズン途中からチームに合流した、ランディ・マモラが、第8戦オランダ GP と最終戦3割の GP で勝利を上げ、NS500 は全12戦の1984年シーズンの、 グランプリで通算4勝という NSR やユーザーと並ぶ勝利数を上げたのである。1984年の教訓もあり、1985年シーズンのスペンサーのピットには NSR500 と共に常に NS500 が準備されていた。しかしタンクをエンジンの上に置くオーソドックスなレイアウトに戻った1985年型。 NSR500 とスペンサーの組み合わせはあらゆるコースで圧倒的な速さを発揮し予選で数回使用した以外は1985年シーズンのレースでスペンサーが NS500 に乗ることはなかった。一方、この年も NSR500 はいわばスペンサー専用であり、片山山村、ワインガードナーといったスペンサー以外のホンダサポートライダーのマシーンは依然として NS500 だった。前年までは4機東勢と互角の走りを見せた NS だったが、チームやメカニック個人のレベルでの様々な改良が加えられたとはいえに新月歩のレーシングマシンにおいて2年、前に開発が終了したマシンの戦闘力不足は否めず、スペンサーの NSR はもとより、エディ・ローソンやクリスチャン・サロンのユーザーからも遅れを取るレースが続いた。そんな中で、 雨のレースとなった第7戦オランダ GP では、スペンサー、ローソン、サロンの点灯リタイヤにも助けられてマモラが勝利、ハスラムとガードナーが2、3位となって NS 勢が表彰台を独占した。このマモラの優勝が NS500 がグランプリで記録した最後の勝利だった。1986年シーズンになると、スペンサーのチームメイトとなったガードナーにも NSR、 500が与えられ、NS500 は有力プライベーターへのサポートとして貸し与えられた。後のサテライトチームのような位置づけである。この年に、レーモン・ロッシュとディディエ・デ・ラディゲスが乗ったマシンは、NSR と同じツインスパータイプとなった、RS500R のフレームに、NS500 のエンジンを搭載したものだった。この年は、第9戦イギリス GP で、ラディゲスが獲得した2位表彰台が、 NS500 の最上位だった。1987年は NS500 がグランプリで上位を走る活躍を見せた最後のシーズンとなった。V4 エンジンのワークスマシンが10台以上エントリーし、ワークスマシンでなければポイント獲得すら難しいという状況になっていた。この年、チームワリーナのピエール・フランチェスコ・キリは RS のツインスパーフレームに無限がチューンした。 NS のエンジンを積んだマシンに乗り、開幕戦の日本 GP で4位に入り、第8戦フランス GP では2位表彰台を獲得するなど、たびたびワークスマシンに割って入ったのである。キリは、この活躍によって、翌1988年にはワークス NSR500 が与えられ、この1987年のフランス GP を最後に NS500 に乗るライダーが、 表彰台に上ることはなくなった。車体のレースは NS500 以外のマシンによる成績 NS500 のエンジンを積んだエルフさん、アルミフレームの森脇モンスター1983年発売の MVX250 回。ありがとうございます。